画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。さあ、今回この剣をね、錆びた剣を手に入れてしまった私ですけども、冒険者ギルドで名を馳せるために私、なんていうか田舎の作物暮らしをね、差し置いてこちらにやってまいりました。鉱山を探検、鉱山の5階に達するということでね、ぜひともやっていきましょう。これ何？あ、これダメなやつ、もしかしたら。ああ、このまだつるはしじゃ足りないと。これなんだ、動かないようだ。どうやらこれで防御みたいですね。故障中だと。じゃあここか。降りれたわ。何これ、何これ、何これ、めっちゃなんかあるよ。おおお、石。いや、これ楽しくなってきた。あ、階段、絶対いいもんあるはずよ。これ石炭かな、違うな。石炭とか銅とかが欲しいんで。ちょっと待って、あの HP までさ作られてるよ私。ほら、右 HP がもう表示されてますね。命尽きるまで頑張ろうじゃないか。いや、これほんとさ、あのバックパック買っといてよかった、あんな大金払ってさ。よし、だいたい拾えたかな。じゃあ下に行ってみましょうか。お、何これ、宝箱。これ、あ、壊せるぞこれ。あー、何もない。ただね、スタミナがやばいんですよ。5時だしさ、子供は帰る時間になってきて、来ましたよこれは。お、これもか、これ。あ、木材ね。せめて敵一人ぐらいは倒していかないとね。これどれ、あの緑のお化け、よし、来てみる来てみる。おい、4ダメージだ、1ダメージだ。いや、意外とよくできてるなこれ。牧場物語でもこういうことってあるの。あ、溜め攻撃してくる。スライム手に入れた、マジか。ワクワク止まんねえ、ほらワクワクすっぞマジで。ほらワクワクすっぞ。よし、溜め攻撃だぞ、効かんわい。よし、はめよう、はめよう、こいつ 壁際にはめよう。相手の攻撃をキャンセルすることができるみたいですね。あ、この石何、これなんだ。あ、これが銅鉱石なんだ。あれだと確実に手に入るんだね。あ、小石も手に入っちゃったわ。やべ、体力がまずいな。これ食べましょうか。ただね、もうね、時間が7時半だからね、ほんと私帰らないといけないんだよね、そろそろ。エネルギー回復したのはいいんだけど、ちょっと待って、紫色がある、紫色ある。これなんや、これなんや、アメジスト手に入りました。これは女どもが喜ぶあれじゃないか。持って帰るぞ必ず。敵にやられるともしかしたらさ、アイテムロストとかじゃないよね。ちょっとね、あのアイテムもいっぱいになってきてるし、時間も時間でエネルギーもエネルギーなんだよね。帰る余力を持たせとかないと、帰るまでが遠足なんだよね。鉱山を出ましょう。あ、オッケーオッケーオッケー。うん、いや、これ楽しくなってきた。冒険者ギルド、これハマりそうだわ。あの、ほんとこのゲームよくできてますよね。帰ろう帰ろう。そんなわけで最終レベルが3、斧の熟練度プラス1と、タッパーっていうのができるようになったと。タッパーができる、ほう。意外とやっぱこのエンド豆いいですね。エンド豆だっけ、スナップエンド、うん、これいいね。どれどれ。さあ、春の16日目と、うん、いや、戦いの日々が、これ都会を離れてまさかの戦いの日々ですよ。で、天気予報は明日は一日快晴と。占いの方は運勢はあなた次第ということみたいですね。お、誰、クリント、ヤー、おはよう。
岩を砕いた時にいくつかの鉱石を見つけただろう。はい、あれはいいものだ。おう。もし鉱石を何かに使いたい時はかまどが必要になる。そうだね。ちょうどかまどの設計図が。ありがとう。変な人かと思ってたけどすっごいいい人だった。かまどの作り方を学んだ。これいいね。延べ棒をね、精錬することができるということみたいですね。いや、この辺もね、あのマインクラフトとかでもおなじみですからね。君のツールをアップグレードできるよ。そうすれば君の仕事はとても楽になるだろう。じゃあ帰るとしよう。無理しないようにね、と。うん。いい人でしたね。親愛なるベルクラー様、新しいお住まいにはもう慣れましたでしょうか。この度、私、ピエール店では、肥料の販売を開始したことを。ありがとう。まだ来てるぞ。ロビンだよ。あなたの農場に石がいっぱいあるでしょう。もし余ってるんだったら建築に使うことも考えてね。井戸なんかは農場のどこにでも設置でき、水やりに便利よ。さあ、石を75個と1000ゴール。金取るね。石なんか、あ、ちょっと待って、なんかできてるぞ。まだこれ収穫の時期ではないと。オッケー。水をまずやっておきましょうか。土鉱石20個と石が必要ですね。かまど。掘りまくらんといかんな、これ。ちょ、掘りまくってこよう、これ。しょうがない。さ、ダンジョンの方に戻ってまいりました。あら、復活すんの、これ。もう取り放題やん。あ、取り放題というか、あれなのかな。あの、また穴を、あ、ランダムで探さないと。ちょっと待って、なんか、違ってる。おっと、昆虫の肉。これはね、釣り餌にね、最適なんですわ。さらに下に行けるけども、ちょっと奥を確認してみましょうか。あ、いるね、いるね、いるね。銅鉱石も必要になってくる。あれ、こっからも行けるぞ。スライムもいるか。一体ずつ引きつけて戦っていく感じで行きましょう。あ、いや、毒。いや、ちょっと待って。あの、遅くなった。マジか。これ、あ、でも意外と HP 減らなかったね。言うほどのあれではないんだな、これ。これはもう先手必勝ですね。あの、攻撃が最大の防御といいますかね。そういう感じでやっていきましょう。色がついてるのって、あ、銅鉱石だわ。やっぱ色ついてるのは率先的に取っていきましょう、これ。なんか違うやつ出てきた。何これ。1しか食らえ、あれ、なんだこのエビみたいなやつ。何これ。カニ、貝、石を背負った、なんだろう、カニみたいなやつかな。おっと、砕け散ったぞ。いやー、意外なものが出始めたぞ、これ。よし、下に行きましょう。この昆虫はそんなでもないね。うん、下に行くところガン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 ありますけど、ちょっと整理しておきましょうか。あー、いっぱいあるな、行くとこ。これ、あ、つまり、待て待て、あった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 。ちょっと、やば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 やつ、こいつ、こいつね、こいつ強いんだよね。ここね、こういう風にはめていきましょうか。オッケーオッケーオッケー。砕き散ったな。体力って自動回復するのかね、これ。銅鉱石ガンガン手に入っております。さて、ここ、これはどうかな。あ、入ってるね。銅鉱石も入ってるし、結構いいものあったね。さて、ここの昆虫を倒しましょうか。OK、OK。ほうほうほう。なんか音楽がまったりした感じになってるけども、いや、体力の方が危険なので、早速これ食べてみたいと思います。作っといたからね、遠足のためにってね。どれどれ、ちょっとだけ回復した。これ持つかな、これ。これ持つか。これは、これ取れないの？え、斧とか。斧でもないな。
クワでもない。いやこれ剣、いや剣でもないな。まだ取れないなこれ。あれこれなんだこれ。洞窟人参、長時間の作業に最適なやつですね。じゃあ早速、これ普通に手で取れるやつや。オッケーオッケー。洞窟人参、人参食べときましょうか。意外と満たされるねお腹ね。オッケーオッケー。よし、どんどん探索続けていきましょう。さあ左側もこれ、この階はまあ大体ほぼ探索し終わりましたね。ちょっと上に戻って別の階段から降りてみましょうか。あ、ここまで戻るんだ。そうか、1階だけなんだねこれ。もしかしたら戻るともうリセットされちゃうんだよね、ダンジョンがね。慎重に選ばなきゃいけないっていうことなんだろうね。来てみろおい、 ここにはめてやる。星月目、星月目はめてやる。いやなかなか必死な小さなマグネットリング。いやこれいいもん手に入ったんじゃない。やったぞ。海藻とか食っときましょうよ。いや他になんか食うもんあるかな。ベリー、サーモンベリーもね、途中で拾ってきたやつですけども、食べときましょうか。だいぶ収穫があったので、これで一旦帰りたいと思います。いやー、だいぶ頑張ったね。10時半、夜の。戦いに戦って、そして、もうエナジーも今にも切れそうだという感じですね。ウサギだな。よし、ちょっと戻りましょう。今回は洞窟探検となりました。いやご視聴の方ありがとうございました。皆さんのね、良きゲームライフになっております。またね、次回やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ベルカでございました。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。